はい、どうも、海です。本日も大暴走彼女続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、もう怖いぐらい女の子たちがね、大暴走しまくってたんですけども、もうドン引くぐらいやばかったですね。はい、今回はどんなドン引き女の子たちが来るんでしょうか。やっていきましょう。スタート。大暴走な大人彼女。はい。大好きな彼とのデート、まだ帰りたくないよ。どっちに誘う？カラオケ、うち来る？でももう付き合ってるんだよね。だったらうち来るでいいんじゃないのかな。もう目が目が恋の病にかかってる目なんだよな、これ本当に。じゃあカラオケが不正解でいいのかな。はい、あ、はいはい、合ってましたね。彼氏がキザ曲を歌っていて激なえ、お前はラピークじゃねえからそのしゃくりやめなこれは相当しゃくり入れてたのかなあ、そういう風に、あれ、でも歌うまいんじゃないの？そんなね、しゃくりも入れれるぐらい。いや、でも、変に違和感あるぐらい入れちゃってたのかな。あ、それは激泣するわけね。はい。いや、やっぱこのゲームってね、反対だとすごい激泣してるよね。じゃあ、うち来る？で、はい。これだと大丈夫なんだね。いらっしゃい、ようこそ私たちの愛の末へ、って気が早かったね座って座って、怖い怖い怖い。いや、なんかね、普通のね、女の子がこういうこと言ってたら、あ、可愛いね、お茶目だねみたいな感じだけどな、絶対に大暴走を引き起こすってね、分かってるから、うん、なんかすごく怖い分に見えちゃったいや、普通に可愛いやりとりだけどね。はい、ネクスト。彼がチラチラ、どうしよう、帰ってほしくない、何をする。あ、これ時計か、なんかすんごい独特な時計ですね、おしゃれ。帰りたいのか、もうこれ、9時10時とかになるんじゃないの。マッサージ、ちょっとでも返したくないんだね、次の日も仕事なんじゃないの。ちょっと飲もうかな、こっち不正解じゃない、さすがに。うん、今更こんな時間から飲むみたいな。酒飲んだらなんか逆に冷めた、何こいつ、さっさと帰れよ、怖い怖い怖いこの女の子大丈夫？大暴走するくせにさ、冷めるのも一瞬っていうしかも理不尽すぎる、お酒飲んで急に冷められるってかわいそう、こんな時間まで拘束しておいて。じゃあマッサージ、はい、これで、これだと何、なんかまた変なとこ触るんじゃない。ああ、もうすんごい緩んでる。彼を献身的にマッサージしてあげたら、彼がうとうと、このまま止まっていきなよって言ったらうなずいてくれた、今夜はずっと一緒だねもう怖い怖い風にしか読めないこれもうね、普通だったらもっと可愛い感じになるんだろうけど、いや怖い、これオイルすごい塗りたくってますね、蜂蜜、すんごい量の蜂蜜だなはい、ベッドイン成功。なんで自分も脱いでるの。実はこれで確実に妊娠できてるの。なんで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 、だって今マッサージしても彼がうとうとして寝てたんじゃないの。そのうちにってこと。やばいやばいやばい、増強剤ピル、妊娠できてるならこっち違うんじゃないの。嘘、はい、これでアレの日を調整してたの、だから今日ドンピシャでそういうこと。生理の日を調整してて、で、今ちょうどなんだろう、一番子供ができやすい日にしたみたいな。待って待って待って、怖い、すんごく怖い。失敗パターン見よう。増強剤、はい、これはなんで失敗。はい、増強剤のせいで、男優並みのガシマンをされた、ガシマン？加減ってもんがあるでしょうか？あるでしょうがかな大丈夫？なんかすごい痛かったのかなガシマンがちょっとよくわからんけど、うん。男優並みの、なんか、そういう AV 男優的な感じのテクニックされて痛かったってことやばいな、どんだけすごい激しかったのかな。じゃあネクスト。赤ちゃんが来てくれたわ。うわ、本当に来たの。合法的に彼を手に入れるには、責任取って幸せになろう。すごい、いや怖いな。責任取って幸せになろうがいいんじゃないの。こっちなんか無理やりみたいな感じだよね。
下ろしてほしい？責任ってそういう意味じゃない、人殺し。うわわわわ、そういう責任の取り方してきたの。え、もう望んでなかったんじゃん。じゃあこの男性の方、うわすんごい大金すごい大金渡されたけど、え、これはちょっと悲しいな。じゃあ幸せになろう。こっちだとちゃんと、あー結ばれてる。怖いよ、やばいよ本当に。この子のおかげでずっとずっと一緒だね、一生離さないんだから、一生離さないんだからとか言いつつさ、お酒飲んだりなんかしたらさ、すぐ冷めるじゃん、一緒にカラオケ行ったりしたら。大丈夫かな、結婚した後に急に冷めたりしないでね、怖いな。はい、いやー、 お幸せにと言うべきなんですかね。大暴走な手作り彼女、手作り彼女、あ、タイトルの子じゃない、かわいい。大好きな彼に手作りをあげよう、どっちがいいかな。あ、彼もイケメンですね。クッキー、繊細なマカロン。繊細なマカロン、え、なんか何、繊細なマカロンって、こっち正解、クッキーが無難じゃない。はい、あ、はいはいはい、激ムズじゃん、だる、やめよ、素人がマカロンに手を出してはいけない。大好きな彼のためなら頑張ってみようみたいな感じにならなかったのかな。もう激ムズだるってなっちゃった。スイーツ作り苦手なのかな。あ、じゃあクッキー、クッキーもだるくない、お菓子作り自体だるいじゃん。手作りといえばクッキーだよね、とびきり美味しいの作るぞ。でもこういう形のクッキーって相当ねむずいしさ、時間かかりそうだけどね。はい、頑張って、ネクスト。さてどんなクッキーを作ろう、アイシングクッキー、ハートのクッキー。いや絶対こっちまたダリってなるんじゃないの、この子の性格上。はい、だよね。絶対めんどくさいよ、はみ出た、これくそめんどくせー、安易にアイシングクッキーに手を出してはいけない。はみ出すぎ。いや私アイシングクッキーとか作ったことないけど、私もこんなんなりそうだな。絶対こうなっちゃう、すんげえ、もうこんなわざとはみ出してるんじゃないかってぐらいはみ出してる。いやでもね、アイシングクッキー作ってる動画ってめちゃくちゃ見ちゃうんだよね、あれすごいよね、めちゃくちゃ器用、こんな ね、はみ出ずにこう綺麗に。じゃあハートのクッキー、はい、シンプルにね、私の愛を食べてほしいからハート型に決めた、レロ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 。レロレロレロさえなかったらね、普通に可愛いってね、可愛い彼女だなってなるのに、レロレロレロのせいでもう全部台無し。すごい、この差ね、3、1、2、3、4、6文字でね、もう台無しだよ。クッキーにおまじないかけなきゃね、どっちがいいかな、萌え萌えキュン、髪の毛、あーきっと髪の毛だろうな、なんだそのポーズは。何の決めポーズ？じゃあ萌え萌えキュン正解でしょう。はい。弟に一部始終を見られてた。うぜんだよ、消えろ。かわいそう。弟かわいそうすぎる、さすがに。ねえ、弟だって見たくて見たんじゃないのにね。こんなこと言われるなんて、そのね、こっそりやって、部屋で。じゃあ髪の毛。うわ、あ、これ弟に見られたなかったのかな。うわ、うわ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 。本気のおまじないといえば髪の毛入り、キャー、メロメロになったらどうしよう、怖いって。こんなん絶対食べないよ、もうはみ出てるじゃん、中に仕込ませるとかじゃなくてこんなにはみ出るもん、やべえな、隠す気ないじゃん。え、これ大丈夫？だよねだよね、やばいよね、よく食べたな。彼に食べてもらったよ、なんて声をかける、おいしい、なんだその顔。怖い怖い、どっちだろう、なんだその顔が不正解かな。うんうん、さすがに威圧的すぎるし、明らかに気の毒な表情の彼、まずいならまずいって言えよてめえ。怖え、この女の子怖え、あんなに可愛かったのに全然可愛くないんだけど、この横顔。これ彼氏もちょっとさすがに冷めるんじゃないの。ねえ、表現しちゃってるもん。じゃあ美味しいって可愛くあざとく言ったらね、うん、大丈夫なのかな。私の DNA 入りクッキーで一つになろう、遠慮しないで食べてね。暴走彼女からは逃げられない。増えた増えたよ、髪の毛入りクッキーが、やだやだやだ。頑張って、あんなね1個だけでも食べたのにさらに増えちゃった。うわ、なんで、絶対髪の毛なかったら美味しそうなのに、もうすげえな、全部空回ってるって。大暴走な乙女彼女、ちょっと今のところやばいですね2人とも。はい、
大好きな彼に可愛いって褒めてもらいたいな。セクシーキュート。お、今回はなんか普通、いやでも最初はみんな普通だったかセクシーキュート。どっちだろう。でキュートちょっと子供っぽくない？はい。あ、こっち正解なんだ。はい。彼氏くんはこういう可愛い系が好きなんだって。頑張って挑戦するんだ。あ、そうなんだ。だいぶミニスカートだけど大丈夫こんな露出激しいの彼氏的には嫌だったりしないのかな。だいぶ足太もも丸見えだよ。じゃ失敗パターン、セクシーは好みじゃなかったんだね。セクシーな生足に大興奮の彼に幻滅した。ミニスカートで喜ぶとか脳みそチピンクチピーコかよ。いやさっきも同じぐらいの長さだったけどね何、セクシーと可愛いじゃ違うのかな、足の露出した時の反応って。彼はあどけない雰囲気が好きみたい。そしたらこっち系にしてみよう。かっこいい系、可愛い系。なんかめっちゃ可愛いですねこのイラスト。じゃあ可愛い系だよね、さすがに。かっこいい系が正解。はい。彼氏が凡人すぎて冷めた。私はこんなに、辛口おしゃれヘアで時代を攻めてるのにそんな自分で勝手にしたことなのに、何、彼氏に何を求めてるの。凡人って凡人扱いされてる。自分も凡人でしょ。じゃあはい、リトライで可愛い系、これシュシュかなんかかな。私ツインテール似合うじゃん、めっちゃ可愛くない。あ、可愛い、めちゃくちゃ可愛いけど、どんどんちょっと地雷系に近づいてる気がするんだけどね、ここから大暴走していくんだろうなって感じに見える。はい、ネクスト。もっと可愛いヘアアクセつけたら完璧じゃない。リボン、カチューシャ。さっきツインテールしてたのにさらになんかつけるの。リボンかな、さすがに。カチューシャって、彼氏にもつけさせようとしたら拒否られた。一緒につけてくれないとかノリ悪すぎ。いやそんなテーマパークに来てるならまだしも、ただのデートでね一緒にウサ耳つけるのはさすがにきついでしょかわいそう、彼氏にちょっと無理強いするのは良くないよ。じゃあリボン、はい、テーマパークとかならまだいいだろうけど、そういうわけじゃないんだよねきっと。巨大なおリボンで乙女パワー全開。あ、さっきのシュッシュ消えちゃったけど大丈夫彼氏ドン引きしてるよ。全然、全然好感持ててないけど大丈夫かなリボンすんごいでかいね。まあ可愛いけども、可愛いけどさすがにやりすぎちゃったかな。でかーリボンでかー。最後は可愛いメイクだよね、すっぴんドールメイク。あ、大暴走、今回の大暴走でもう彼女がそういうことね。さっきまではなんかね、まああれ彼氏に危害を加える系だけど、今回は自分の見た目がもうだんだん大暴走していくみたいな。じゃあドールメイク、すっぴん、ドールメイクかな。はい、こっち正解。はい、私はすっぴんでも可愛いのに、美意識の違いに急激に冷めた。あー、彼氏彼氏はちょっとなんかいろいろ出来物というか、なんかね、シミがあるけど、あるのに引いたってことね。自分はすっぴん綺麗なのにっていやーまあそれずっと付き合う前から分かることじゃない、さすがに。じゃあドールメイク、はい。これすんごい濃いんじゃない、化粧。あーあー、やっちゃったね。海外でも流行ってるドールメイクで究極の乙女の完成。お人形さんみたいで可愛いでしょ、ねえもっと見てねえそれ本当に鏡で見て自分可愛いって思っちゃったいやーちょっと濃ゆいね、全体すっぴんの方が可愛かった